ジョージ・エフ・ゴアはアメリカ合衆国名衆、サッカラパ出身のプロ野球選手。右投げ左打ち。ニックネームはピアノレックス。主にキャップ・アンソンが指揮したシカゴ・ホワイト・ストッキングスで活躍。1880年のナショナルリーグ首位打者。1879年にシカゴ・ホワイト・ストッキングスに入団し主に中堅守を務めた。 二年目の1880年に77試合に出場し打率365記録、この年のナショナルリーグ首位打者となった。また同年は出塁率、長打率ともリーグ1位となる強打を見せた。1881年と1882年には足の速さを発揮しリーグ最多特定者となった。1886年には リーグにいながら150得点を記録している。しかし1886年シーズンを最後に、ゴアはシカゴを離れ、ニューヨークジャイアンツに金銭で移籍することになる。常々酒癖の悪かったゴアとアンソンの折り合いが悪かったためと言われている。ゴアは1890年のプレイヤーズリーグ参加を挟んで、ジャイアンツには1892年まで在籍し、 1889年から1891年までの3年続けて100得点を記録する活躍を見せたが、1892年にセントルイスブラウンズで短期間選手兼任監督をした後、メジャーリーグから引退した。この頃には、妻との関係もうまくいっておらず、野球選手引退後の1894年には、裁判所を通じて、妻から離婚を言い渡されている。 実動14年で100得点以上を挙げたシーズンが半分の7シーズンに及び、5話はメジャーリーグでも数少ない通算得点数が通算試合数を上回った選手の一人となった。1933年にニューヨークで死去。数字の後のは記録不明箇所があることを示す。順位は年度最終順位。ありがとうございます。